会を呼んでおりますので、皆さんもですね、一緒に呼んでいただきたいと思います。花田モータローと言いますので、モータローと皆さん一緒に呼んでください。いいですか？私がせーのと言ったら大きな声でモータローと呼んでください。いきますよ、せーの、モータロー。拍手。真ん中真ん中。はい、改めまして、ご紹介させていただきます。北広島町イメージキャラクターの花田モータローです。よろしくお願いいたします。はい、ちなみに花田モータロー見たことあるよっていう方手を挙げてください。おお、モータローも結構知名度上がりましたね。ねえ、はい、ありがとうございます。これからですね、この幕開の10分間は北広島町の観光 PR ということでお楽しみいただきたいと思います。さあ、モータローくん、じゃあちょっと早速会場の皆さんにちょっと聞いてみたいことがあるよね。聞いてみようか。皆さん、今年ももう終わりますけども、2019年来年のカレンダーもう準備したよ、ね、用意したよっていう方手を挙げてください。そんなことはないかね、モータロー。どう？まだまだ用意してないよっていう方、あ、いらっしゃいますね。今日ですね、ロビーで北広島町観光協会のこのなんかすごく高く上げてありますけども、北広島町神楽カレンダーということでね、25本ほど持ってきております。25人以上いらっしゃいましたかね。ね、これ北広島町内の神楽団の写真はもちろんなんですけど、イベント情報なんかも載っておりますので、ぜひ皆さんこちらお買い求めいただきたいと思います。実はですね、例年ですと在庫がかなり、多く皆さんに、ね、泣きついてお願いします、買ってくださいというようなね、PR になってたかと思うんですけど、今年に限ってはなんと、好調な売れ行きでございまして、なんと新聞に載ったおかげで結構な問い合わせもいただきまして、注文もいただきまして、残りわずかとなっておりますね。早いもん勝ちですのでね、皆さん帰りにぜひ、こちら買って帰っていただきたいと思います。はい、そしてそして北広島町ね、ウィンターシーズンを迎えておりますけれども、冬といえば北広島町スキー場がなんと5つあります。もうですね、京北国際スキー場というところがオープンしておりますけども、その他のスキー場も順次オープンしてまいりますので、神楽は皆さんね、大好きだと思うんですけども、スキー場の方にもぜひ足を運んでいただきたいと思っております。そんな冬の北広島町でございますけども、もう一つね、お得な情報があるよね、モータロー。道の駅マイロードインター千代田では、来年の1月15日から、2月28日までの間、レストラン響きというね、地元の食材をふんだんに使ったバイキングレストランというのがございますけども、なんと冬のおもてなし価格ということで、通常価格より、もっとお手頃な価格でね、バイキングを楽しんでいただけますので、1月15日から2月28日までね、道の駅マイロードインター千代田のレストラン響き、ぜひね、バイキングレストランお越しいただきたいと思います。そしてそして、来年ももちろん1月、2月、3月、4月、5月、6月とね、毎月1回、神楽の日ということで、そのレストラン響きで毎月1回、日曜日に神楽上映も行っております。町内の神楽団さんね、上演いたしますので、ぜひ皆さんこちらもお越しいただきたいと思います。はい、ちょっと話が長くなりましたが、こういったですね、北広島町の魅力がたっぷり詰まった曲ね、あの曲を今から皆さんの前で披露したいと思います。その名もおいでよ北広と言いまして、花田モータローのテーマソングになっております。おいでよ北広という曲です。サビの部分がですね、楽しい振り付けになっておりますので、ぜひ皆さん、会場の皆さんも、ね、一緒に踊っていただきたいと思います。というわけでね。
しいよね、やっぱりね。私たち2人じゃお客様もちょっと満足されないと思うんで、呼んでみようか、ね、お疲れだと思うけど、この後もあるけど、ね、金賞カメラマンの皆さん、ぜひお願いします。拍手。お兄ちゃん、お兄ちゃん、かなりハードですけど大丈夫かな、本当に大丈夫。あ、やった。あの、実は観客の皆さんが、斉藤さん、実はですね、始まる前に観客の皆さんで、斉藤優子さんは踊らないのって言われた方がいらっしゃいまして、よかった、私呼ぼうかなと思ってたんですけど、連れてきていただきました。はい、え、団長は、団長もですよ、団長あれうまいんだけ、団長お願いしますよ。モータロー真ん中でお願いします。モータロー真ん中で、え、ちょっと後ろすぎませんか、ちょっと前に、もうちょっと前に、もうちょっと前にお願いいたします。さあ、それでは、おいでよと私が言ったら、神楽団の皆さん、おいでよと言ったら、北広と右手を上げてください。いいですか？それでスタートします。おいでよ、北広です。いきますよ。ミュージックスタートですね。いきますよ。